毎度玉木奈美です。本日は私の普段メイクをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください。まず MAC のこちらの下地を使ってお肌をツヤっと仕上げていきます。すごく大雑把なのでなんとなく塗っていきます。続いてジルスチュアートのカラーコントロールを使って肌の色を整えていきます。次はイヴ・サンローランのクッションファンデを使ってポン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 とお肌に叩き込んでいきます。このクッションファンデは全然乾燥がしないのですごく気に入っています。続いてザ・セムのコンシーラーを使って気になる部分をカバーしていきます。少量でしっかりと伸びてくれるのですごく使えるアイテムです。ちょっと量が多かったなって時はスポンジで伸ばしてあげます。鼻の赤みが気になったので改めてクッションファンデで整えます。次はエレガンスのラプードル、こちらを使ってパウダーをねしっかりお肌になじませていきます。このパウダーはお肌に透明感が出てすごく綺麗に見えます。続いて眉毛なんですが、割ともともとしっかりあるのでちょっとね眉頭を足して平行に形を整えていくぐらいにしています。描き終わったらブラシでちょっと眉頭をぼかしてちょうどいい感じにします。次はデイジークのアイシャドウを使ってアイメイクをしていきます。まず明るい色から眉下、そしてアイホール全体を塗っていきます。次は薄めのブラウンをアイホールに塗っていきます。できたら同じ色で目の下の部分も塗っていきます。次は濃いブラウンで二重幅に色をのせていきます。こちらも同じように目の下の方も塗っていきます。できたらアイホール全体をブラシでぼかします。今度はもう少し濃いブラウンをちょっと2色混ぜて目尻の方にのせていきます。
ちらも同様に目の下の端の方、目尻側にですね、色をのせます。そしてもう一度ブラシでぼかします。さらに細いブラシで目尻側に下だけですね、ちょっとのせていきます。次はワンデータトゥーのブラウンのアイラインを使っていきます。目尻を少し長めに描いていきます。目尻を描き終わったら、目頭から真ん中まで少し薄く描いていきます。続いてクリオのラメを目のまぶたの中央にのせていきます。ここにのせることでまぶたの立体感が出ます。ヒロインメイクのマスカラを使ってまつげをしっかり濃く見せるように塗っていきます。もともとまつげパーマなので、あとは塗るだけというね、楽な感じです。ラブドロップスのウルミライナーを使って涙袋を描いていきます。最後は綿棒でぼかします。先ほどのマスカラを使って下まつげも入念に塗っていきます。次はアイムメメのチークを使っていきます。コーラル系の色と真ん中のピンクっぽいのを混ぜてのせていきます。私はちょっと面長なので横長に入れていきます。次はトゥークールフォースクールのシェーディングを使っていきます。ちょっと使いすぎてほとんど入ってないんですが、鼻をですね、綺麗に見せるためにシェーディングを入れていきます。さらに唇の下に少し入れることで唇に立体感を出します。最後はフェイスライン、そしておでこにもシェーディングを入れていきます。次は NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーを使ってハイライトを入れていきます。目の下、Cゾーン、鼻、ほうれい線、顎にのせていきます。さらにセザンヌのこちら使っていきたいんですが、メイク動画慣れしてないのでどう見せていいか分かっておりません。このラメをですね、鼻の上と鼻先にのせるとより立体感が出ます。顎にもね、のせてあげます。頬骨、頬のあたりにものせていきます。次はちょっと口の油分を取ってリップをのせていきます。ロム&のこちらのティントを使って口に色をのせていきます。ティントなのでしっかりと乾かして
最後にちょっとティッシュオフします。最後にメイクキープミストを顔全体に振りかけてメイクが崩れるのを防ぎます。以上で完成となります。少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。